めっちゃいろいろ入ってますよ今日。確かにさっきさ、こいつ撮影するのに荷物ここに置いてさ、え、なんでと思ったの。で、もうね、どうしたらいいですかね、これ出したらいい、出しちゃっていいのか、いやいやいや、もうなんかね、まあなんか普段から持ってるやつとかあるじゃないですか、まあパソコンとか、パソコンとか、まあなんか派手やな、スミスこれがボケじゃん、これボケじゃないですよ。まあ折りたたみ傘とか、普通にあるやつもあるじゃないですか。もう教科書もあります、教科書も入ってるし、もうね、フリスビーだフリスビーありますよ。え、犬ってフリスビー含んでんの、うん、含んでるじゃないのよ、カバンなんだよ。もうなんかね、いろいろある、ほら、タオルもピクニックに行くときのセットじゃん。メガネもあるでしょメガネそのまま入れてる、怖っ、大丈夫か、怖っ、ね、めっちゃ持ってきてる、ほんとマフラー、マフラーいらないじゃん。いやでも、もう除菌シート、除菌シート、え、もう爪楊枝です、これえ、もうね、今日ね、バラしてきたな、しかもなんかおしゃれだしな、爪楊枝、まあ、お菓子、お菓子あるし、もうあとね、こっちもめっちゃいっぱいってますよ今ね、この流れをどこで切ろうかなちょっとこっち、マジで、あと水筒もね、水あるから水筒もあるし、これ、野球のグローブですなんで、なんで、ね、めっちゃ持ってきたんですよ、マジで、え、え、何した方がいいから確かに、その中に何が入ってるんだよ。確かに、グローブはもう入ってます、ちゃんとボールもある、ボールもある、ボールも入ってます。もうね、今日、え、これ勝ちだってさ、7個でしょ、さっき俺なんて持ってんのよって話ですよ。いや、一部だよ、これ。いや、でも、いや、伊藤博文のカバンにいっぱいある。え、だってこれがイヌのカバン、伊藤博文カバンにグローブ入れてんのかって。多分、でも多分イヌが持ってないもの入ってる、その大事な内閣の書類とか入ってる、絶対入ってる。まあ、確かに勲章いっぱい持ってるの、いっぱい持ってるから。え、でも別に僕、もう本当にいろいろ持ってますよ、今日もう、ね、ってね、ほら、軽なんでなんで車でそれは入れるよ、もう家にあるもん片っ端しか入れてない入りそうなやつ、こわ。え、今日ね、いろいろなものを組んでるな、怖え、怖そうか、やばすぎる。え、今日、本当ね、頑張って、なんか褒めてほしい、この頑張りや。だってほら、ダンベルとか持ってえ2キロあります、ね、今日めっちゃ重かったじゃん、めっちゃ重かったんですよ、これ、ね、2キロのダンベルここに入れてきたんだ、そう、まあ、褒めてほしいもん、ね、この正解のために、そう、これを取るためだけにもうね、ご飯です、これこういう感じ、え、もう根が重いだから冷蔵してるもん、それそうあと、もう馬いたらもう遊牧できるんだよ、だいたい持ってっから、もう生活できるじゃん、そう、うわ、こんなにつけないものを乗っかるつもないけどねすごいねまあね、そういう感じですよ、もうでもこれでもまだ3分の1もだってなるほどね、なんかそんなにちまちましたやつがすごいいっぱい持ってきたんですよね。なんか、絆創膏でしょ、潰れてる塩の、塩の入れすぎて入れすぎて潰れちゃった、使用してるから重曹です生活があるんだ、なんででしょ、なんで重曹があるの、重曹ファブリーズしかもさ、こう微妙に入ってるちょっと家で使ってるやつだこれほんまに俺のために買ったんじゃないんだよね、俺のために買ったんじゃないです、もうなんかあとこまごましたいっぱいあります、ハサミ、爪切り、体温計、もうね、この辺救急セットですあとね、鰹節鰹節家にあったから鰹節カルボナーラにかけるのかなあと油もあります、油サラダ油は入ってきますだからカルボナーラさ、あるのにさ、麺ねえじゃん、あ、麺あるんですよ、麺どこ入れたっけな、パスタあるの、パスタ入れたんですよね、あるんかい、あ、そばだった、そばなんで、なんでそのさ、自分のもの一貫性がない、なんでちょっとずつ足りないみたいなさ、いやでもだからもう目についたもん全部入れてきたんで、やばー、これ漫画ジョジョリオン、ジョジョリオン漫画ね、8部です、8部ねあともう2つ、これ一番でかいんですけど、ぬいぐるみ、あはでかいな、カワウソのぬいぐるみ、もうね、あと何だったかな、あ、これね、これあったわ、犬より、うん、でしょ、ね、あった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 犬より行ったことある知識で、あとこれなんだっけ、なんかアルコールジェル、おお大事、今のご時世結構大事、除菌シートもあるのに、それもある、そう全然使った雰囲気ないんだ2回封です、それはで、これ遊戯王のなんか欲しい、入ってますいっぱい、ほんと入ってるかな、懐かしいな、なんか俺入ってます、スリームワイン、その騎士とか週末の騎士、週末の騎士1回制限カードになってるから、あ、そうなんだ、そうそうそう、全然で知らんけど、まあなんか家に遊戯王カードあったんで来ました、こっちゃん喜ぶかなと思って、これ丸め込まれ、遊戯王カード持って
よ。喜んで。いやー確かに、だって伊藤博文持ってないもんね。だし、まあ、しれっと遊戯王カードって言ってるけど、これもう多分100枚ぐらい入ってるかな。だから100種類のカードは含んでるよ。入ってない、週末の記事が入ってない。いい、いっぱい入ってますよ。あ、ほんとだ。え、100枚あるんですよ、だったら100枚かわかんない、まあでもいっぱい入ってる。40枚、40枚でね。え、ここで今出るわけですよ。確かにシールド戦が、あの、デッキはね、あの、1デッキ40枚とか40枚で60枚とかね。はい、そう、まあ、ちゃんと1500以下のモンスター入ってるの、週末の騎士で。確かに持ってこれるの入ってるの。それわかんないですけど、ちょっと週末の騎士は闇属性モンスターを、あ、なんでもいいんだよ。闇属性モンスターで1回1枚無防止のカードだから、それをこういうから、ね、そうそう。で、まああと、これ CD です。CD。ジュースジュースって僕好きなんで。ジュースジュースね。はい。で、これ小説ね。なんかこういうのはちょっといろいろ持っておこうかなって。何やつかな。あ、僕は勉強ができない。僕は勉強できない。これが、3DS ですね。3DS。もう懐かしいもんな、3DS。ほら、懐かしいですよね、この色。え、なんで持ってきたの？え、いろいろなもの含みたい。バラエティーショーだから。遊ぶためじゃないの？カセットもいっぱい持ってこれるもん。モンスターハンター4がいた。すげえな。コロンが入ってますよ。モンスターハンタークロスとトライ G とモンスターハンターばっかだな。さまざまな種類じゃない、あんまり。あとね、ポケットモンスター Y も入ってます。あ、 Y？ 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 あ、俺 X だから、あとでなんか交換できない。まあまあ、で DS でしょ。で、これがなんかアイピローみたいな、あ、はいはいはい、寝るときに使うやつ。すごいね、マジで。マジで生活できる。え、だってご飯も食べれてさ、ね、寝れてさ、貯金もできてさ、遊戯王出せるんですよ。あと、これ、ろうそく。ろうそく？ろうそく。なんで？ろうそく。いや、なんで？まあ、家にあったんですよ、ろうそく。説明だ、説明だ。なんで？なんで？あと、これがちょっと見えるかわかんないですけど、これ、裁縫セットなんですよ。はい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 、うわー、ね、ほら、あれが入ってるか、今。え？糸通しおじさん？え、糸通しおじさん入ってる。スレッダーが入ってます、ちゃんとこれ。マジか。っていう裁縫セット、ね、もういよいよ衣食住全部いこうとしてるに。裁縫セットでしょ。いいもそれ初めて。で、これウォークマン。ウォークマンね、久しぶりに見たウォークマン。で、これアベノマスク。アベノマスク。まだまだですよ。で、関数電卓。関数電卓、はいはい、授業で使うやつね。関数電卓とポケットティッシュあるでしょ、はいはい、で、あとマジで意味ないけど家のテレビ。マジで意味ない。エビな。でもこれ持ってたらリモコン含んでるよこっちは。見つけられるなっていう。それのために。今だからあらゆる状況を想定してるわけですよ僕は。確かにね。いやでも僕油持ってますよ。そんなカピカピでいいんですか？だ、そうだよね、確かに。そうそうそう。ここまで来るとさ、なんかこれで無人島にほっぽり出して、それだけで近くできる。いや、これはね、これ冒険少年出んのいいね。出さない。いいなって思ってた。だってお腹空いたらカルボナーラ食べて、服に穴開いたら塗って、夜暗くなったらろうそくに火つけるんでしょ。そう、カルボナーラ挟まったらつまようじ。で、これ一応ね、あの、なんか見えるかな、マグネットなんですけど、これツルマ形の群馬県の冷蔵庫に、うちの冷蔵庫に貼ってあるマグネット。あ、へぇ、情報カルタの絵のそうそうそうマグネット、ね、群馬で売ってるんで。何想定それ。何想定。やっぱ情報カルタとかの話って強いなる可能性がある。確かにね、今日多いし、これでリュックは終わりですよ、まず。え、今半分。まあヘッドホンがいい。やばい。ヘッドホンと、あとまあ授業で使うノートとフェイスリーフ。はいはい。入ってて、やばいな。いいね、持ってくる。しかも大変そう。で、筆箱で、いろいろなもの含んでる。あ、ピーナッツ。またピーが入ってました。急にね。で、あとなんか充電器が入ってて、あとこれガムテープ。なんでや。で、あとこれね、これ。わかります？これ。YTFM の。YTFM のなんか入場者に配られるリストバンドみたいなやつ持ってきました。去年ね、行ったんで。そうだけど。なるほど。そうだけど。そう。それで、これで対抗できることある？いや、確かに、ネタマジ YouTube 見ないから。そうだ、全然見てない。YouTube ないからね、当時。で、モバイルバッテリーとかもあるでしょ。充電できる。充電できる。あ、マジで無人島もう強いよ、これ。確かに。確かに。で、あと、もうディズニーも行けます。ディズニーもう行けるじゃない。で、マフラーつながりね、一緒ですよ、手袋もあって。なんで別々なの？よう夏に持ってきたな。で、あとね、何やったかな。いや、これで無人島でね、夜寒くても大丈夫。大丈夫だね。そう、で、なんか、笛。笛？分かるか、これなんか、笛。ドナルドダックみたいな。ドナルドダックみたいになってる、そう、なんか。またディズニー行けるじゃん。ディズニー行けるじゃん。ディズニーでもこんな人いない。もうね、笛が入ってるし。まあ、普通の。伝わらない話ね。吹けるよ、それ。俺だけ伝わって、俺だけ伝わらない。Yeah.
ていう男でもうスカスカやん。いやーこれ俺も持ってると。そうそう、あの後で多分いつかこれの秘密が明かされるんで、ぜひ見てください。はい、いつか行く日の会で明かされてみてください。そうで、これがね、なんかお香なんですよ。お香、お香、匂い嗅いでみてください。もう確かにいい、めっちゃいい匂いするし、そうですね。うん、本当だ。お香です。これでまあ、うん、虫除けになるかな、無人島行ったら。あ、そこの用途は適当なの。でもうどんどんさ、無人島の話になる。いや、無人島が違うから。はい、違うよ。いや、でもこれ鏡もあります。だからこれで、あのもうなんか反射させて火起こせます。無人島の話。完全無人島で、ワイヤレスイヤホンも入ってるでしょ。ヘッドホンもあんの、イヤホンもあんの。そう、どっちも入ってます。いろいろなものが入ってる。で、あとこれなんか、アロマディフューザーに使うなんかアロマのオイル。ディフューザーがないんだ。広がるやつがないんだ。面白いな。いや、ほら、あのね、コップ持ってきてるんです。おー、確かにね、すごいサマリバル仕様じゃん、これ。サマリバル仕様もうステンレス水筒もあって、ペットボトルもね、水筒ももうここに入れて飲めるね。あ、また食べ物が出てきました。味噌汁。あー、これ、確かにこれいいね。これ無人島だとでかい。でかい、これでかい。お湯さえあればくれるね、これもう。うわで、こんなもんかな、こんなもんかな、なんかこんなもんですね。ほんまに詰め込んできたんだ。あとトランプが言ってました。確かにね。これで全部かな。有料がわかんないけど、もうトランプ出せるからね。確かに。あとね、そうだ、最近ね、袋が有料化しちゃったんで、エコバッグもちゃった。あ、はい、ヒント以外でもね、そう使えるからね、幅広いですね。あとガム入ってたわ。ガム入ってました。はい、こんな感じでした。すげえ。よく持ってきたな。そう、これはね、いろいろ含んでるよ。組んでるね。そうね、そう、そういうことだよ。出した時さ、なんかバカにしてたけど、結構頑張ってる。努力は、努力はすごい。なんか、努力はすごい。確かに、確かに出した時にバカにしたのはごめんね。それはごめんと思った、ここまで来ると。そういうことですよ。そう、これちょっとね、褒められる。だって、伊藤博文はもう超えたよ。うん、そう、間違い絶対超えた。いやまあね、さすがに勝てない気はしない。そう、まあこれで戦おうと思って、今日はね、これにかけてきました、僕は。だって、あれでしょ、井戸ヒロミンは総理大臣やってるでしょ、うん、こっちアベノマスク入ってるから。関係ない、それは関係ない。アベノマスク入ってるよ、こっち。はい、そうでした。やばい。ちょっとじゃあ片付けようか。いや、いい終わるまではそれでいいか。いいか、いいか、じゃあ、どうしよう。ちょっと若干ね、若干カメラ的に犬が映りづらくなって決定がある。はい、小さいもの手前に置くの。確かに。いいよ、もう片付けたい。これこんな長くやると思わなかった。今日はあれだね、今日はあんまりね、収録本数ないから暇かなと思ったけど、全然時間ギリギリだったけど、色も綺麗でしさ、色どころわかんないし、4人だからこそ、ね、お、色がで、みんなさ、よう戦ってんね、いつもさ。いつもさ、だ10人ぐらいいてさ、1人の時間が短いわけよ。その中でやってるとすごいね。なんかね、こんなに4人だとこんなアピールいい。確かにね、アピール時間とかもだいぶ。これ10人がやり始めたらやばいわ。俺はこれだけ持ってる。机が満杯。これだってさ、伊沢も同じことやってる感じ。そうね、発想が伊沢さんっぽいんでね。なんかね、うちさ、いいから始まってるから、そう、伊沢も。いやいや、伊沢さん。できる可能性。やりそうだな、あの人。これ誰かね、ワンちゃん乾にね、かけてくれないか。確かにね。そうね、乾かぶりしたらね、面白いなと思ってたんですよ。確かに、確かに、乾がきっと頑張ってくれるはずだと思う。それ読みでね。確かに、乾の答えって感じで聞けるのありだ。あ、ちなみに想定会は一部または全部です。あー、でも、著作権対策に書かれてるやつね。一部ね、カバーするくらい。え、一部でもいろんなもの含まれるんじゃないですか。取り方によっては、すべてのものを含むじゃないですか。いや、全部含んでないから。一部またでもやばい。一部また全部全方眼です。全方眼の別集合法がしてます。普通にいろいろだと思ってたな。では、模範解答。え、でも俺マジで、個人的にはゲルテの模範解答。模範解答じゃない。あは、あはレジンアップルドワイ。あ、1を引いて10をしてです。まあ出せないな。想定外、うん、想定外か、それ。それは川村が思いついただけです。そう、多分殴り合えるくらいの回答を用意しておかないとさ。まあそうだね、うん、そう、想定外、想定外はない。思いつくものがあったら全員それになっちゃうから、うん、一発殴れるくらいの回答は全部用意して。いや、そうなんだよね、想定外。そう思っちゃったさ、C から始まる早いもんはってさ、あんな新幹線、うん、なのにさ、シェパーとかさ、
てるのはやばいよね、多分ね、すごいよね。まあ1分だから1週間あったら全身幹線やばいよ、新幹線じゃないよ、やばいよ、マジでやっぱ肩やのそういうものも亀とカタツムリ以外に収束してやばいよ、マジでおかしい。なんでイラハス残ってんの。あ、忘れた。普通なんか飲む気にしちゃう。いや、面白かった、ね、すごいな、いろんなもの組んでるな、優勝。いや、これはね、これは面白いよ、これは面白いよ、やばい。1週間もゆっくりに使った。 YouTuber 飛ばしてくれたわ。片付け終わったー。はい、よし、すっきりした。すごい、はい、4人なのにこんな時間かかってね、すごい。さっき誕生日プレゼント開封みたいな。確かに何人分のっていうやつだったね。